日本埼玉県所沢市牛沼牛沼は埼玉県所沢市の大技。かつての埼玉県入間郡牛沼村。郵便番号は359-0026。所沢市内の東部に位置する。松井地区に所属し、近隣の松号、上安松、東新井町、小渕町、下、新井、南長井と隣接する。市内中央国道号が、 東西に、また東端に、埼玉県道126号所沢堀金かね、狭山線、西端に、埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線が南北に通っている。地区南部には東川が流れ、川沿いの桜並木道は東川桜通りと呼ばれている。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば、 牛沼座柳原179番1の地点で14万円平方メートルとなっている。かつて、現在の長英寺円馬道付近に沼があり、その沼の形が牛に似ていたことから牛沼と呼ばれた。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。当地に鉄道は通っていない小島牛、所沢県私立小中学校に通う場合の学区は、 以下の通り1988年公開のスタジオジブリ映画隣のトトロで主人公の家がある松郷の隣に位置する。猫バスの行き先名に牛沼という名とバス停が出ているが、これは当地が舞台とされている。また、町域内には今は少ないが牧場があり、牛や豚などがいた。ありがとうございます。